遺体で見つかったのは福岡県筑紫野市の飲食店経営、堤文夫さんです。警察によりますと、堤さんは知人と2人で昨日午前6時半ごろから相良村の川辺川で鮎釣りをしていて、午後4時ごろに一度合流したのを最後に連絡が取れなくなったということです。警察は堤さんが川に流された可能性が高いとみて、今朝から消防と川辺川を捜索していましたが、午前7時過ぎ、下流の岩場で堤さんの遺体を見つけました。今後、死亡した原因などを調べる方針です。